岩本初江の半年後最高の自分になる。皆さん、経営学の始まりです。今日はですね、何かいいこともなくって笑えない毎日がっていう人のためのちょっとお話をしたいと思います。いい時悪い時って誰でもあるんですけど、一つ気をつけることとしたらですね、あのが多くなるとやっぱりうまくいかないです。で、このできる方がいいということをお話したいと思いますけど、あの人はとか、あの件についてはとか、あのことですかっていうことは主語がなくなっていくんで、説明が分かりづらくなったり、伝わりにくくなったり、揉めていく元になります。で、この件に関してですが、この人についてですが、この件はとか、このになると分かりやすくって、ものすごく伝わりやすくなります。だから、このあのをこのに変えると揉め事はなくなっていきます。これ不思議ですけどね、自分では言ってないつもりなんですけど、講演会とかいろんなこうテレビに出てる人とか見ると、っていう人ってやっぱり講演会も呼ばれてない人が多いです。で、テレビに出てる人もあの症候群になるとやっぱ難しくなってるのかなと思います。それでもですね、あのからこのに変えて、この人はとか、はっきりくっきりこの件についてとか言うようになると、伝わり方もこうはっきりくっきりこう伝わって、揉め事もなくなっていくんですけど、それと笑えない毎日とは別問題になるんですね。喋り方はあのからこのに気をつけていけばいいんですけど、何があっても笑えない時って、年齢とともにどん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 こう笑えなくなっていくのが私たちの人生なんです。実はですね、この笑えないばかりの人生の時ほど笑った方が幸せになるんです。これね、笑えないから笑うんです。よくですね、講演会来られた時に腰が痛いとか、こう頭痛がひどくって、頭痛が収まったら笑えるんですけどとか、もう今子供たちのことで悩んでて、子供たちが幸せになってくれたら笑えるんですけど、何かこれが解決したら笑えるんですけど、この問題が頭の中から離れずに笑えないんですっていう人多いんですけど、その問題が解決してもですね、その人の考えること、考え方、受け取り方で次にまた出るようになってるんですね。子供の件で悩んでて、それが解決したら笑えるという人は、今度はお金の心配になったり、で、お金が解決したら今度は誰かから言われた言葉が気になったりと、結局はですね、笑えない原因は自分の考え方、受け取り方にあるんです。でも、その受け取り方、考え方を変えるのってなかなか難しいんで、まずは何にも面白いことがない時ほど笑うという、たったこの心理だけをですね、気をつけていかれると、もう薄紙剥がすようにどうなっていくかというと、これもう何回もですね言ってるんですけど、じゃーん、5つのいいことがあるんです。生き生き生きるために、この笑えない時ほど笑っていくと生き生きなっていく、この5つのことっていうのが面白いように自分のものになるんです。人のせいにしなくなっていくんですね。それで感謝することが昔よりかは感じるようにできるんですね。で、信じる力っていうのが、自分は乏しかったと思う人が、あ、なんか信じてみよう、あの人をとか、あ、こう言われたらこう素直にやってみようとか、あ、会社で言われることを信じてみようとか、お客さんの言った言葉を真剣に考えてみようとか、信じる力ができてくるんですね。そうすると言葉を今度大切にするようになっていくんです。吐く言葉を変えるというかね、自分の中からこうマイナスで悩みばっかり言ってたのが、あ、もういいこと悪いことって生きてたらあるよねというのから、こう、あ、優しくしてもらってありがとうございます、ごめんなさいがありがとうに変わり、助けていただいてっていう、助けられたという思いに変わっていって、で、私は何々もしてあげたのにから、してもらったに変わっていってっていう、吐く言葉が変わっていきます。そうすると、先ほど言った笑えない時でも笑顔でいけるという、この5つが手に入るようになってるんです。だから一番最初のあの
からこのに変えていく。そして自分の中に笑えないことが次から次起こる時ほど笑顔で気をつけて生きてみる。このね、お金もかからないところを何回も私は言って言ってますけど、意外と笑ってるつもりで笑ってない方って多いんですよね。で、この意外と笑えない時に笑顔を作って鏡を見てでも作っていく努力をすると、皆さん気づかれないけどこの5つが手に入っていくっていう、もうまた不思議な世界になっていって、あと薄紙剥がすように人生が変わっていくんです。これを癖づけただけで人生の幅が、光が変わってきます。あのお金にこう縁があるようにとか、仕事でこういい人に恵まれるようにとか、なんか子供たちが幸せに生きてほしいとか、体が健康になってほしいとか、望むことは山よのようにある私たちが、たった笑顔を作れないのに、こう山のような望みは叶えられないということなんですよね。だからちょっと皆さんもこの5つを手にできるっていうのは笑顔からなんで、ちょっと手にしてみてください。笑えない時ほど笑う。そしてあのからこのに変える。たったこの簡単な心理をちょっと皆さんやってみてください。あの経営学と言いながらですね、人間の思考回路を変えることがですね、実は経営学につながっていくんですね。で、経営学って面白いようにですね、うまくいくのが経営学なんで、それには自分の思考回路だったり、今までの癖だったり、受け取り方、考え方を変えるしかないんですね。それがお金のいるところかつったら、お金のかからないところで思考回路ができた分だけは人生が変わっていきますので、ぜひ試してみてくださいね。またねー。